皆さん、こんにちは、マーティン、ダーのミャク部のキングタケです。東京オリンピック中止会、それでも解説するかはまだ混乱中ですが、上野球侍ジャ、野球の侍ジャパンどうなるか、もう痛すぎます。離脱は痛すぎます。なお、朗報がいます。筒子選手がメジャーから戦力外で、日本に戻ってくる可能性があります。えー、戻ってくる可能性があります。まず、ピッチャー面から、先発、千賀、えー、菅野、大野雄大が、離脱はもう、痛い 痛すぎる痛すぎて困るマー君、田中正義選手、枠井秀明選手、あとはまあ、森下選手と、あとは有力候補であれば、えー、今永選手も今欠場で無理だし、楽天、言ったね、ええー、 高橋光那ーー投手もあるかもしれない。ニチャム上沢投手もある。あとはまあ、何人かはいるけどね。離脱は痛すぎる。ええー、他にも、ええー、リーフではま、中川選手も不調も考えられるが呼ばれる可能性もある。あとは森唯人選手が一番痛すぎます。抑えが不在は残念。 あとはまあ、中川投手呼ばれる可能性が高いし、まあ、中日はまあ、大福丸の大福は呼んでほしい。抑え、やっぱり松井裕樹選手、山崎康昭さん、調子は戻ってるくるが、三島もありえる。うんうん。石山もありえる、ラクルと石山。あとはまあ、そうですね。 沢村呼んでほしい。メジャーの沢村を呼んでほしい。ま、前剣も呼んでほしい。なんで大谷選手、日本代表招集しないか困りますよ。大谷選手も呼んでほしい。大谷翔平選手、日本に代表に呼んでほしい。ぜひ、お願いします。キャッチャーは、まあ、梅野と海拓也選手かな。大城とかですね。まあ、内野、ショート、坂本選手とかは痛すぎるし、セカンドも、浅村選手、山田哲人選手はまだいいかもしれないが。 あと、殿崎は痛すぎる。えー、広島の、えー、選手だったら、菊池もはまあ大丈夫でしょう。えー、だとすると、えー、中学天の、えー、いっぱいいますけどもね、岡本和真選手、村上宗隆選手はまあ大丈夫でしょう。うん あとはまあ、山川選手もちょっと心配ですね、そこは。はい。おかわりくん呼ぶかどうかもわからない。あとはまあ、外野はまあ、そうですね。サプライズといえば、牧秀悟選手と佐藤手明選手も、日本代表あり得ます。サプライズあと2チャーム、伊藤博美投手もあり得ます、日本代表。伊藤博美投手。まあ、外野はまあ、吉田正隆も決定的、鈴木誠也も決定的。 丸選手は無理ですね、当分。秋山翔吾も怪我で今も呼べない状況。日本一筒子が戻ってくればもう大チャンス。あと周東選手。あ、佐藤輝明選手も忘れなく。センターは近本浩二選手もサプライズあり得ます。えー。 あとはまあ、センター候補も何か。ギーターはせなく、柳田通選手。あと、近藤健介選手や。あとはまあ、そうですね。まあ、鬼の高橋選手も候補に上がっています。メジャーリーグから日本代表、海外組の招集もした方がいいと思います。勝てるわけがございません。はい。よく考えてください。皆さん、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。 サムライジャパン大学選手通過。海外組も入れるか入れないかもコメントでどうぞお願いします。以上です。バイバイ。